皆さんこんにちは。今日は新型のステップワゴンのスパーダ EHEV、 こちらは16インチモデルの車になります。私もステップワゴン買うんだったらこの白でかつ EHEV のスパーダが欲しいなと思っていたんですけれども、今日はこちらのインプレッションということで、まあ、主に乗り心地の違い、プレミアムラインとの乗り味の違い、それからホンダセンシング挙動が見たいよという方がいらっしゃいましたので、そちらの安全運転支援系の装置を主に今回ご紹介していこうと思います。で、今ちょうど所沢の方の裏道を通っていて、結構道が荒れている状況で悪いところではあるんですけれども、やはり乗り味としてはかなり高くて、私も今日 RT5 のステップワゴンここまで来たんですけれども、同じ道を今走っている状況なんですが、全く後ろからのジャダ、ハッチの周りからのジャダっていうのも聞こえてこないですし、まあ、振動成分っていうのも乗っかってない、もうしっとりしてるなっていう感じがしっかりとあります。で、プレミアムラインの時に少し足が、まあ、バタつくよと、で玉尾低速領域での足の動きというのがちょっと今一つセッティングが詰まってないよっていうお話を私させていただいたことあったんですけれども、まあその辺についてがどうかということになります。で、今のこの状況で言うとやっぱり16インチの方がしっとりしてるかなと、かなり追従性としては16インチの方が高いなっていう印象をまずすごく受けます。全くこうバタついく感じっていうのは全然ないです。こういった路面の今これ荒れてる状況で、もう音を聞いていただけるとよくわかると思うんですけど、この路面の その荒れ具合、ここ結構工場地帯とかで割と工場とかがたくさんあるところで道が悪かったりするんですけど、全然路面のこういった凹凸であるとか表面層とこう荒れたところ、マンホールの上、そういったところにポンとこう乗った時にしっかりと一発で入力入った時に収まる、まあ、そういった乗り味になっているので、すごく乗り心地が良くて、なんかバタついてるなっていう、その嫌味のある乗り味には全然なってないなというのをまず第一印象感じたところになります。で、もう一つこの車パワーボタンを押す前にすごく感じたところは、シートがプレミアムラインはプライムスムースにスウェードなんですけど、こっちはファブテクトシートになってて、まあ、黒基調で、私こっちのシートの方が好きなんですけど、汚れとかも考えたりとか、あとは夏場のことを考えたりとか、まあ、蒸れたりする場合もあったりすると思うので、スウェードだと少しこう暑苦しいなって思ったりするっていうのがあったんですけど、これはねちょっとプレミアムラインのシートに比べるとちょっとシートがね硬いです。結構乗り味が違うかなって感じがする。今の現行の PR RP5 の私今川仕様のシートにしてるんですけれども、なんかそれにね近い感じがある。で、僕のやつはもう6万キロ以上走ってるんで結構やっぱりへたりがあるんですけど、まあ、その分少しこう柔らかい感じっていうのがあるんですけど、まあ、これそれからこれ乗ると結構シートの硬さっていうのをね感じる。で、プレミアムラインと比べるともう全然シートの硬さが違う、こう座面の硬さが全然違います。結構ねお尻がねちょっと痛いなっていう感じが少し僕の中ではあるかなという気がするので、ちょっと長距離乗るとなると結構シートが硬いのかなっていうのをねちょっと感じてしまって、まあ暑苦しいけどスウェード調のシートの方がやっぱり座り心地としては結構座面とかシートの柔らかさみたいなものがあるので、単なる表皮が違うだけじゃなくて結構クッション性もかなり違うなっていうのをちょっとすごく感じたところになります、僕個人的には。
なのでシートに関してはやっぱプレミアムラインのシートの方がやっぱダントツでいいかなっていうのがちょっと私個人的にあったところになります。正直なところ、ただまあサスペンションのセッティングそのものに関しては本当にこういった、荒れてるところに関して言うともう全然しっかりと路面にこうタイヤが張り付いて応答性の高い追従性の高い乗り味になっているので全く突き上げとかこう違和感のある不快な乗り味には全然なってなくてしっとりとした走り味になっている、これはすごくねいいと思います。で今乗り味を中心にお話はしてるんですけれども、こっちはステアリングなんかも少しレシオが違っていて最小回転半径、こちらは切れやすくなってる 5.7 なので、切れやすくなってるステアリングではあったりするので少しインフォメーションも違うかなとは思うんですけれど、でも普通にこうまっすぐ走るという意味ドライブを楽しむという意味においては、特に大きく違いっていうのはなくてやはりプレミアムラインと同じ味付けにしっかりとなっててステアリングのインフォメーションもピシッとこう入ってきます。なのですごくドライバビリティも高いでブレーキももちろんいいです、で今日はこちらのホンダセンシングで今ちょうど渋滞路254の渋滞路に入ったの でここで、渋滞してますんでちょっと渋滞の追従支援入れます。そうしますとこう前の車を認識してくれるで輪郭がね緑の輪郭がつくようになったっていうのは今回少し表示が変わったなっていうところがありますけれども、一番気になるのはこっち作動ですよね。今まで結構唐突だったんだけど今回作動がどの辺どの程度こうマイルドになったのか、今まで結構唐突で効くのか効かないのかっていうのがわからないようなそういった感じだったわけなんですけれど、今回それがだいぶ3世代目になってで3世代目といってもマイナーチェンジしています。で3世代目というとフィットであるとかシビックでソナー自体がミリ波レーダーとして役割を担っていてでこの単眼カメラは広角の単眼カメラになって、さらに、認識する幅が広くなったということで進化したわけなんですけどこれはさらにプラス RP5 のステッパーゴンにもついていたグリルの裏にもミリ波レーダーが新たにつくようになったということでより一層制御が緻密になったというのがかなり大きなところでかなり進化しています。正直なところで実は私もう一度プレミアムラインを昨日ちょっと試乗させてもらったんですけれどもこの車線の認識なんかもかなり早いです。でこういった普通の国道じゃなくてちっちゃな道沿いでもこういった車線を認識車線があるところですとしっかりと認識してくれます。逸脱した時でもピピッとしっかりと注意を喚起してくれるっていうこともちゃんとやってくれますんで、そういったところもやっぱり大きく進化してるなっていうのを感じる、こういったところですね。今右折前のステッパーゴン右折するところなんですけど、こういったところの応答性がどうかなんですけど、相変わらず、いなくなってさらにこう加速するといった時にその応答性が良くなったのかというと、そうではないかなという感じがしますね。やっぱこういうところはもう少しアクセルを自分で煽ってあげないと後ろの車にも迷惑をかけてしまうっていうところが、少しあったりするかなと。で前の車がちょうど今また右折するところなんです。こういうところで聞いたり聞かなかったりっていうところがあるんであまり一般道では使わないでくださいというふうになります。であと一般道で感じるところとしてはこのブレーキホールドだからデフォルトの状態だと効かないです。でやっぱ自分で押さないとダメと。でベゼルの時は最初にもうデフォルトの状態でブレーキホールドが入っていたんですけどステッパーゴンに関しては RP 号の時もそうだったんですけれどもブレーキホールドは自分で押さないと効かないように今回の新型に関しても、なっているということになります。ここでまた加速していきます。でまたちょっとタイヤの話に少しまた横道それちゃうんですけれども、
16インチ、まあ、これ254なんで結構今位置がいいところではあるんですけれども、うん、足の追従性も良くなった、マイルドになったっていうのもあるけども、この転がり抵抗っていうのもすごくそのだらつきをね感じにくくなってる、まあ、それによって低周波が車内に入りにくくなってるっていうのもやっぱり特殊すべきところなのかなっていうのをすごく感じるところです。はい、じゃあ今度今バイクがいるんでバイクも認識するのかって話ですね。あ、ちゃんとバイクもしっかりと表示してくれます、このような形で。だから車とバイクと、まあ、別々の認識をしてくれるっていうことです。今までのセンシングってバイク聞かない時があったりします。バイクも一応認識はしてくれるんですけれども、まあ、バイクか車かどうかっていうところまではさすがに認識してくれなくて、バイクが前にいるんだけれども止まらないっていう場合も、まあ、ありましたんで、今回やはりこちら第3世代のさらに進化版ということになってますんで、しっかりバイクも認識してくれてて、やっぱこうやってちゃんと表示してくれてると今何を見てるのかっていうのがしっかりと運転者にも伝わってくるところがありますので、すごく安心して運転ができる。ちゃんと聞いてくれてんのかな、どうなのかなっていうところが、まあ、すごく心配になるところもあると思うので、ちゃんと横にそれたっていうのもちゃんと表示してくれるっていうのがあります。で、今こちらステアリングアシスト、これ入れると車線をこのような形で認識してくれる。で、今までは60キロ以上だったと思うんですけれども、そこに到達しないと車線逸脱 LKS っていうのが、まあ、効かなかったわけなんですけど、まあ、今回に関してはもうそれよりも低い領域であってもこのように LKS がしっかりと効いてくれるということです。ここもすごく大きく進化したところ、変わったところになります。まあ、今まで、まあ、今の車ですとね、みんなそれが当たり前だったり、トヨタの車ももちろん今それは当たり前のようについた装備にはなってはいるんですけれども、まあ、ステッパーゴンもしっかりと新しい安全運転支援系の装置がちゃんと身につくようになったと、まあ、いうことになります。で、ちゃんとまっすぐ、あの広角の単眼カメラになってますんで、今までみたいに、修正打をこう与えながらまっすぐ走るっていう感じじゃなくなって、ちゃんとこう右と左の白線をしっかりと捉えながら走ってくれますので、まあ、車もちゃんとこう真ん中を定めて走ってくれるっていうのがちゃんとあるんで、違和感なく気持ちよく走れるんじゃないかなと思います。だからすごく至って快適です。で、これ例えばそれちゃうとこういう感じで、で、バイブレーター等でこうアシストっていうのは、まあ、今のこの低速領域ではちょっとそれがなかったです。で、今までのホンダセンシング、私の車も高速道路とかで走ると、車線こう逸れた時にちゃんとこうステアリングで戻すような形ではやってくれるんで、まあ、そこはおそらく車速によって変わってくるんではないかなとは思うんですけれども、まあ、今ちょっと下道の状態で今逸れたところで言うとバイブレーションというのは、まあ、効かない状態ではあります。まあ、ブレーキホールドちゃんと入れてますんで、ブレーキは踏まなくても大丈夫と。はい、で、またで、このように設定速度、まあ、ACC の設定速度自体はおそらく135キロかな、なると思うんで、あ、そうですね、まあ、今回に関しても135キロということになりますんで、まあ、こういった感じでスピードメーターでちゃんと見れるようにもなってるっていうのも新しいところになるかと思います。はい、じゃ、このようにもう20キロ台からしっかりとラインを認識してくれるようになっていると、まあ、いうことになります。ちょっともう一回それてみたいと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、一応ステアリングのアシスト効いてるんで、ちゃんと戻ってよっていう風にはちゃんとアシストはしてくれますね。まあ、こういった消えかかったところ、あ、でもちゃんと消えかかってるところでもちゃんと認識してくれる、やっぱかなり精度が高まってる感っていうのは強いかなと思います。あと、こちらの縁石にまたがってよく車が事故を起こしたりする場合もあると思うんですけど、まあ、そういったよそ見運転なんかでもこういうのは結構効くかなっていう感じがしっか
開示します、はい、でちなみに今これアシスト入れてるんですけど、入れなくなると切れます。うん、なんかここ入れとかないとダメです。もともと最初のうちからこれ入ってる状態ではないんで、あ、なんか変だな、全然制御効かないじゃんって思われたりすることもちょっとあるかなと思います。ここは入れとかないと低速からエルキャスが効かないというのがちょっとありますので、ここは入れとく必要っていうのがあるかなと思います。で、あともう一つなんですけど、余談なんですが、これワイパー。今回、ノズルの位置がワイパーのフレームにつくようになりました。で、それによって何が変わったかなんですけれども、このように見ていただくと、はい、分かったでしょうか。まあ、ちょっと車が汚れてるんで、今ワイパー拭いたんですけど、このように後ろの車に引っかからない、でなおかつ飛び散らないくなったっていうことです。でよく私も会ったことあるんですけど、走行してる時にこうワイパーでフロントガラスをきれいにする人いると思うんですけど、水しぶきが上がっちゃって引っかかってくるんです。まあ今前にノートいるんですけど、まあノートがそういったことをやった時に水しぶきが引っかかって、せっかく洗車したのに車が汚れるっていうようなケースある人もいると思うんですけど、これそれがないです。ちゃんと飛ばないように配慮されてるっていうね、ここすごくねホンダらしい装備で作ってきたなって僕すごく思ったんですけど、まあ、こういうところもやっぱり変わっていたり、雨の時じゃないとなかなか試せなかったりするんですけど、でちょうど今旧道入ります。旧道が結構道が荒れてるんで、まあ、この車のその進化っていうのがちょっとわかるかなと思うと思うんですので見てみたいと思うんですけど、そうですね、こういったやっぱりマンホール、またちょっと乗り味の話に変わるんですけど、こういったマンホールとかこう馬乗せみたいなところもあったりするんですけど、特にこうマンホール乗り上げるときにこう不快を感じることがね結構ありますよね。もう車体に直に入力が、振動の成分がこうドーンと、衝撃がドーンと伝わって、振動成分が伝わってっていう、その不快さみたいなものが今までの車結構あったりしたかと思うんですけれども、この車はねやっぱりねいいですね。いや明らかにどうだろうな、好みの問題も多分あるのかもしれないんですけど、僕個人的に16インチの方が乗り味としてはすごくしなやかで滑らかでいいかなっていうのをすごく感じる。で、まあ、装備の話でも私ちょっと紹介したんですけど、装備の動画も上げてるんですけど、一番最初に、このスパーダの弱点って何かっていうと、2列目のシートヒーターがついてないっていうのがあります。でそれさえ諦めちゃえば、特にプレミアムラインとのその違いっていうのは、まあ、こういった表皮プライムスムーズ使ってるかスウェット使ってるかぐらいの、まあ、違いで、そうそう、マルチビューカメラもこれちゃんとここでもちゃんと使えますん で走行してるときは使えない。で今ちょうどこれ走行してるときでも実はこのようにそうですけど、内装もそうなんですけど、この乗った雰囲気とかエンジンの付けとか全てがアコードに変わってます。でアコードの走りを引き継いだミニバンの形をしている車、ちょっと今こんな感じで走ってる時でも実はこれって言った方がすごく分かる、見れるように実はできるようになっています。まあ、これはまた後ほど、オッドキャストというものがちょっとありますので、で、今回のやつは、後席もオッドキャストが、後席でも見れるようになったオッドキャストがあるんで、まあ、そちらはまた別途ご紹介はしていこうかなと思うんですけれども、まあ、このように、純正だとこうやって見れないんです。これもディーラー車、まあ、これ試乗車なので、スピードセンサーはもちろん殺してないわけなんですけれども、まあ、このように、このオッドキャストをつなげば特に関係ない。で、これ自体がもうアンドロイド上に、端末上になってしまうので、まあ、その中でこれ表示してるっていうことなので、これもディスプレイオーディオとして使ってるだけになるんです。そうすると特にスピードセンサーとか関係なくなるんですけれども、まあ、こういった感じで、
まあ、使うこともできるんで、まあ、よかったら別動画でまた上げますので、そちらは見ていただければと思います。まあ、話変わりましたけれども、まあ、旧道はとにかく乗り味、乗り心地、もう旧道で乗ってる感じでいくともう全然いいです、こっちの方が。うん、あ、これだったらあのノアボクシーとのその比較動画でも上げたんですけど、17インチとの比較だとやっぱりプロスムースの方が僕は乗り心地がいいなって思ったんですけど、16インチでっていうことで言ったらこっちの方が、こっちも全然いい、もうプロスムースと変わんないです。もうそのぐらいしっかりとした仕上がりになってる。ダンパーのこういった玉尾低速領域からもしっかり余計なその微振動っていうのも入ってこないようになってますんで、本当にしっとりとした乗り味、もちろん静粛性というのももちろん高いということもありますんで、で静粛性という話で言うと、昨日エア見てきたんですけど、で私がお世話になってる反射ですとエアーの EAGV で、今日お借りした反射のところはエアーのガソリン、まあ、ガソリンもまたエアーに関してもまたガソリンと EAGV とご紹介をしていきたいと思ってるんですけれども、その車ちょっと見たんですけれども、ちょうど後ろの3列目の後ろのラゲッジルームのところ、ラゲッジスペースのところの下のところがちょうどあの絨毯が引いてあって、絨毯が脱着できるようになってます。でそこのところの下のところ、あの精神剤が貼ってあるんですけど、見てみるともう全然 RP5 のステッパーゴンとはもう全く違う、もう全面に精神剤が貼られていて、かつ遮音剤、フェルト剤も分厚くなってます。もうそのぐらいの徹底、それぐらいロードノイズには、ロードノイズ低周波には徹底してやっぱチューニングされてるっていうのもあるので、もう音としてはもう本当に遮音性なんかもすごく静かだし、この静かさになこの静かさでかつこのしっとりとマイルドな滑らかな乗り味になってるっていうのは、まあこれはねやっぱり16インチのこのスパーザの方が僕はもうまとまり感があってすごくいいかなってもう個人的には思います。2列目のシートヒーターはちょっとまあ後付けでまあつけるっていうこともできなくはないとは思うので、まあ純正のパーツを流用して使う、つけてみるっていうのもまあやってみてもいいのかなと思ったりします。そのぐらいもう16インチのうちのスパーダの方が僕個人的にはいいかなと。でシートもなんか最初の段階ではちょっとお尻がもう最初から痛いよっていうお話したんですけれども、乗ってくるとだいぶまあ慣れてくるというか、うん、まあその辺はあるかもしれないです。まあ、思ったほど、言うほど悪くないっていう感じだったりもします。でよくカメラなんですけど、カメラがこうぐらついてて、本当にボディ剛性上がったのっておっしゃられる方いるんですけど、カメラ自体はちゃんとね、くっついてるんです。でカメラ自体のこのマウント、ゴムのマウント使ってるので、どうしてもこう振動が入った時にマウントがどうしてもこう吸盤なんで、どうしてもこう暴れちゃうっていうのがやっぱり正直あるところです。なのであまりカメラの表示上で剛性が高いとか低いとかっていうのはちょっとこう見れないところはあるかなっていうのがありますので、まあ、そこはご了承いただければなと思います。はい。で話また戻りますけど、安全運転支援系の装置の話に戻りますけれども、今こう左側に車線があるんですけれども、まあ、車線自体はそうですね、やっぱりこういったところちょっと白線引いてあるんだけれども認識しない場合っていうのも、まあ、ちょっとなんかあるみたいです。で以前の動画でも話したんですけど、前少し近づきすぎてしまうと、まあ、このような形でピッピッピッという表示画面が出てくるようになります。でこういうですね、混んでるところをちょっと U ターンしようかと思うんですけれども、例えばあ、そうか、バックします。でこれは動体検知みたいなのが
ついてないですね。まあ、オプションで付けられたりもするんですけれども、まあ、このようにちゃんと U ターンも非常に楽にできる。でこういった大きい車だとやっぱりちょっと U ターンするのが結構苦手だったりする方もいらっしゃると思うんですけれども、これはすごく楽です。僕もこれ大きくなったとか言っても全長としては RP5 に比べると70mm で、幅がプラスの 55mm なんですけれど、全然大きさはね感じないです、全く。だから本当に乗りやすいし、でさらにこのちょうどこのトリムとこちらのドアトリムの部分とこのダッシュパレルの部分、ここがちゃんと水平基調になってるんで、すごくサイズ感がより一層つかみやすくなった。でかつ耳たぶミラー良くないよって皆さんおっしゃるんですけど、僕も最初思ったんですけど、こうやって止まってる時はこんな感じで映してくれるんですけど、車が動いちゃう場合ってこれ消えちゃいます。スピードセンサーが作動しちゃって消えるわけなんで、車のシャーバ感覚とか車のちょうどこの車輪のこのタイヤのフェンダーアーチの下あたり周辺ってどこにタイヤがあるかってすごく分かりにくいと思うんですけど、こうやって走り出しちゃうと消えちゃうんです。今まだこのぐらいだったら消えないですけど、この先踏切です、注意してください。そうそう、まあ、だって25キロぐらいになったら消えるわけなんですけど、そうすると今度シャーバ感覚つかみにくい場合ってあると思うんですよ。そういった場合にやっぱりこういったミュータブミラーがあるとすごく便利です。ちゃんとこのようにタイヤの上あたりから照らしてくれるんで、どこに今タイヤがあるのかっていうことがしっかりと分かると、まあ、いうこともありますので、やっぱりこれね、耳たぶミラーとこのモニターとちゃんとセットであった方がやっぱりいいという、まあ、そういった多分ホンダの考えもあってこういう風にしたんだと思います。非常に使いやすいです。で、あともう一つ最後に、B モードっていうのが今回新たについています。まあ、この辺はインサイトとかもアコードとかもついてたんですけれども、ステップワゴンでは初めてということで、これ回生力を高めるためのものになります。だから4段階で設定ができるんですけれども、それがここになるんですけど、ちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、ここなんですけど、回生力が高められて、まあ、アクセルを離してブレーキを踏まなくてもアクセルを離すだけで回生力がしっかりと伝わってくれるんで、まあ、アクセルだけでもスピードコントロールがしやすくなるという、結構これ快適な装備、まあ、ワンペダルみたいな装備なんですけれども、結構、ね、使いやすいです。でちょっと今16号出たんでここで試してみようと思うんですけれども、 B モードっていうのがあって、今ちょっと4段階にセットしてるんですけれども、まあ、特にこの加速してる時は変わらないんですけど、止める時結構この辺の回生力が違います。ここです。回生力は結構調整できるんで、まあ、日産でいうとワンペダルみたいな感覚でアクセルをこうオンオフしながらスピードの調整ができるという、結構これ便利な装備になります。ただ日産と違うところはワンペダルだけでは止まらないんで、ちゃんとブレーキかけないと止まらないというところが違うので、まあ、最後はちゃんとブレーキをかけるということが必要になります。でこちなみに普通に今止まってる時は作動しないんですけれども、走れば D の状態のままでもパドルをちゃんと引いてあげれば、回生力の調整というのはできるようになります。で今走り出したんですけど、このように D の状態であってもパドルをこのような形で動かしてあげれば回生力の調整というのはできるようになりますので、まあ、これは結構スピード調整する上では使いやすいアイテムかなと、装備かなと思います。はい、ということで今回は、こちらのステッパーゴンのスパーダの EHEV、 こちらは16インチモデルの車になります。主に17インチとの乗り心地の違い、かつ安全運転系の
機能について主にご紹介をいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。